岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は夏場における水辺や山での事故防止について、岡山県警察本部地域課の宇野光則さんにお話しいただきます。宇野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。早速ですが、夏になるとなぜ水辺や山の事故が発生する恐れが高くなるのでしょうかははい夏は海や川山などで アウトドアレジャーを楽しむ機会が増える季節ですア、はい、アウトドアレジャーでは自然に触れることが楽しみの一つですが思いがけない危険が潜んでいることもありますので計画を立てて行動することが大切ですなるほどではまず水辺の事故を防止するためにはどのようなことに注意すればいいでしょうかはい次の3点のことを守っていただきたいと思います、はい、まず1点目は釣りやボート遊びなどで水辺に行くときには 必ずライフジャケットなどを着用することです。はい、救命具などを着用せずに洋服を着たまま海などに転落すると泳ぎに自信のある人でも溺れることがありますので必ず着用しましょう。2>, はい、2点目は川での釣りや水遊びの際は上流の天気や川の水の濁りに気をつけることです。うん、中洲ではいつの間にか水かさが増し岸に戻れなくなることがありますのでそのような場所では遊ばないようにしましょう。うん、3点目は お酒を飲んででの遊泳は絶対にしないことですアルコールを摂取すると身体能力が低下し溺れる危険性が高まりますので十分注意してください分かりました特に小さな子どもたちを被害から防ぐためにはどのような点に注意すればいいでしょうかはい平素から水難事故の起こりそうな危険な場所を子どもに教えておく子どもを水遊びさせるときは必ず保護者などの大人が付き添い絶対に目を離さないようにする 子どもたちが川や池などで遊んでいたらすぐに声をかけて注意するなど地域ぐるみで子どもを水難事故から守る取り組みが必要ですなるほど地域の目が必要ですね次に山の事故を防止するためにはどのようなことに注意すればいいでしょうかはい次の3点のことを守っていただきたいと思います、はい、まず1点目は知識体力経験に見合った山選びをすることです、はい、登山コース日程装備などに配慮して 余裕のある安全な登山計画を立てましょう 2>,、はい、2点目は登山計画書を作成し警察のでに提出することです、ええ、登山計画を立てたら登山者の氏名や連絡先日程やコースなどを登山計画書にまとめて所属している登山クラブや職場登山届けポスト山を管轄する警察署などに提出しておきましょう、はい、3点目はトラブルが発生した場合は落ち着いて 冷静に行動すすることです登山中に雨や霧などで視界不良になったり体調不良になったときには道に迷ったり転落することなどを防ぐために地図やコンパスなどで自分の位置を確認するなど冷静に行動しましょうもし遭難したときには携帯電話で警察などに通報し助けを求めてくださいわわかりりまました最近は山ででで急に天候が変わることもありますのでラジオなどで 事前にそういった気象状況を確認しておく把握しておくということも大切ですね、はい、では最後にラジオを聴きの皆さんに一言呼びかけをお願いしますはいこれから本格的な夏が始まります日頃から事故に遭わないよう十分注意し夏を楽しく安全に過ごしていただきたいと思います、はい、今朝は夏場における水辺や山での事故防止について岡山県警察本部地域課の 宇野光則さんにお話しいただきました。宇野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、湯原温泉で来月7日、8日に開催される第56回半崎祭りのお知らせです。半崎は国の特別天然記念物、オオサンショウウオの別名で、湯原を流れる川に多く生息しています。半崎祭りは地元に伝わる民話、 大半崎にちなんだ祭りで、岡山の記載とも言われています。7日の前夜祭には、お祭り広場で、吉本芸人のお笑いライブ、露店、抽選会などを開催します。8日の本祭りでは、10メートルの半崎出しを先頭に、道中林踊り連が温泉街を練り歩きます。そして、黄金色に光り輝く半崎ねぶたが登場すると、祭りは最高潮を迎えます。 舞台では、湯原温泉の半崎小町で、今年メジャーデビューして話題の半崎よしこさんのライブもあります。詳しくは、半崎祭り実行委員会事務局、電話086762-2526、086762-2526までお問い合わせください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。